ハローブラザーマンのイクです。はい、カメラマンジャッキーです。はい、ということでですね、まあ、またママにドッキリを仕掛けるんですけど、はい、ちょっと楽しそうじゃない今日の。結構ね、今回ね楽しみなんですよね。うん、大人になったらできることいっぱいありますね。はい、その中の一つに、成人したらお酒が飲めるじゃないですか。俺もあと4ヶ月ほどで飲めるんですけども。そうだね、まだ4ヶ月あるじゃないですか、うん、ギリギリまだ未成年なんですけど、今回こちら用意いたしました。ビールですね。はい、これはジャンキーが飲むやつです。はい、でちょっと色合いがね、ビールに少し似てるんですよ、うんうんうん、私はグラスに注いで、うん、一君はちょっと薄いちょっと分かりづらいやつで、はい、あたかもおつまみを楽しんで飲んでるかのように。はい、でこれを帰ってきたまゆちゃん見たらどうなるかという。いやー、さすがにこれはね結構怖いんですよね。その辺ね、まゆちゃん結構厳しいし真面目な方だから、まあ、ね、しっかり二十歳になるまではダメっていつも言ってるしね。うん、もちろんドッキリ企画だから、うんうんうん、まあ、ある程度まゆちゃんが「はい」みたいな、何してんのみたいになったら、うん、いっくんの方からこうネタバラシをしてもらって、さらにですね、はいはい、まゆちゃんが帰ってきたタイミングで、はい、私撮影わざとらしく始めます。ああ、なるほど。で、うん、まあ、例えばインスタとか、その動画をアップしようとしてると。未成年が飲酒してることを。これ結構やばいでしょ。あの、ネットやっちゃいけないやつの典型的なやつ。大炎上ですよ、こんなことしたら。ね、はい。さらに怒るんじゃないかと。ちょっと隠しカメラ設置しましょう。お願いします。行きましょう。はい。OK かな？うん。OK。じゃあ。どっちも OK かね。これちゃんとそれっぽく見えるのかどうかやっとこないといけない。そうだね、ちょっと、ね、じゃあこっちで見る。一回お次しますよ。あ、ありがとうございます。これ大丈夫かな。泡がないな。泡がないからな。え、ジンジャーエールで割るちょっと見えるも、うん。あ、でも色はぽいけどね。泡だけだね。なんとかなるか。なんとかなるでしょう。俺のためにそうそうそう、こうやって置いておく。そういう風に分かんねえだろ、これだったら。いけるいける。これは隠しておきましょう。あ、オッケーオッケーオッケー。えぇーえぇーあ、ひとまずじゃあ乾杯。お疲れ様です。美味しい。うまい。うん、なんかリンゴジュースっぽいよね。普通にこうさ、つまみっぽいもの好きだもんね。めっちゃ好き。そうなんだよ、ね、居酒屋の食べ物好きなんだよね。もうちょいついてもらって。うんうんうん、ありがとうございます。うん、いいね、なんか、うん、いいねいいね、これもね。将来さ、普通に居酒屋とか行って食べないね。やりたいやりたいやりたい。どうですか最近。居酒屋っぽいねいや最近、いや、ぼちぼちやってますよ。本当ですか。うん、一個も体操じゃん。そうね、ちょっといろいろなね、うん、お仕事がね、あるからね。そうなんですよ。先輩に連れられてるとたまにこうお酒の場とか行ったりもするでしょ。飲めないけど。そう、何みんな飲んでるけど、うん、俺は普通にちょっと撮ってるふりするから。うめえよ。いやー、いいねー。うわ、飲みっぷりがいいじゃん、いっくん、やっぱり普通にうまい。皆さん、いっくん解禁しましたよ。これあげますんでね、うん、おばあちゃんおかえり。え、どうぞどうぞどうぞどう。え、普通に美味しい。美味しい。うん、いや、いいね、グイグイきてるね。つまみにも合うよね、やっぱね。いや、合うね、なんか。そうだよね、一緒に食べたことなかったけど。うん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 、美味しいね、やっぱ。そうでしょ、うん、お米とはまた違った良さがある。これがいいんですよ。うん、あ、まいちゃんも帰ってきたよ。おかえりなさいませ。酒飲んでんの。ちょっと一杯やらせていただいて。いっくんももう二十歳みたいなもんだし。そうそうそう。いや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 、まだ2月よ。誤差じゃない。うん、誤差。もういいんじゃないって感じだよね、うん。ダメでしょ。その4ヶ月変わらんよね。うん、変わらんと思うよ。それより前ちゃん見てよ、ほらほらほら。おつまみ美味しそうでしょ。ねえ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 、それ何的に撮ってる。いや、これね、SNS でショートショートとか、うん、そう、インスタとかでいっくん、ね、おめでとう、初お酒みたいな、それでアップしようかなと思って。おかしいでしょ。
揉んでんのもダメだけど、SNS に上げんのもおかしいでしょっつって。あ、まあまあ一旦じゃあこれ撮影は閉じるけど。バカなの？あ、一回ちょっとまあ置いてきな。あの、買い物袋とか。買い物袋さ、置いて。りくん、私、誕生日来るのにダメって言ったじゃん。言ってたけど。言ってるよ、何回も言ってるよ。はい。この前のお正月だってダメだよって言ったばっかじゃん。え、ジャーキーもいたよね。うん。ダメって言ってるとき。いたかもしれない。なんで今そこで飲んでんの？なんでって聞いてんだけど。そうだね、うん、いや一緒にマミと一緒に食べたら飲んだら美味しいかなって言ってみるから美味しいよっつって。そう、今お米炊けてなかったらしさ。別におかずは何食べてもいいけど、うん、もうね2本目だし、うんうん、嘘でしょ。お酒なんてだってまだ飲んだことないでしょ。いやでもジュースみたいにグイグイ言ってる、うん、意外と美味しい。私結構厳しく言ってるよ。二十歳からって言われてるものは絶対ダメって言ってる、うん、何 SNS で上げようとしてんの。消してよ今さ。わしの目の前で消して、はい、早く消して。絶対ダメだ。ふざけても本当に出しちゃダメ。こういうのラーメン行くの、はい、お茶とかにして。もうあと4ヶ月も待てば飲めんじゃん、うん、消した、うん、ダメだよ。ジャーキーに何言われてもこれ企画とか面白くないかんね。お酒もタバコも一緒だからね。いや、タバコは良くないと思う。一緒だから。二十歳からって言われてるものは二十歳からなの、うん、何だ。いや、怒ってるよ、ほら。怒ってるから。いや、そりゃそうだよ、怒るよね。怒ってるから。怒るよ。カチカチやってるから。うるさい。うん。俺、マジでジャーキーから言ったの。一切許さないでしょ。まあ、企画の提案は。おかしいでしょってんの。ごめん。ふざけてんの。ふざけちゃダメ。もやってるんでフォローよろしくお願いします。高評価もお願いします。じゃあチャンネル登録よろしくね。